いや、バハールハーブを買いたい。レンジャー長か、すまん。営業してない？話が長くなるんだが、失ったのはキョーレインから手に入れた機械パーツでな、いくつかのキャラバンで資金を出し合ってやっと仕入れることができたしな。相談した結果残った商品、ちょっと理解できないね。値上げしたところで強盗にあった。レンジャー長よ、俺たちも取り戻したい気持ちでいっぱいだぜ。噂で聞いたが、最近あの森はかなりヤバいみたい。出てこないとなりゃ俺たちもただずっと外で待って。つまり盗賊は君たちから全部で何人いた？そいつらはまさか。あいつらはまさにその汚染区域から出てきたんだ。何人かっていうと0人。信じてもらえんかもしれねえが、初を奪ったのは。なんだそれ、ビディアの森にはそんな生き物がいるのか。正直なところはあいつのことは思い出したくもねえよ。俺たちが気づかないうちにふわーっと現れ、みんなあっけに取られてよ。なるほどね、分かったよ。おお、それだけじゃない。お前さんは俺たちキャラバンの。ストップ。そんなことよりもその。ああ、実は強奪された後俺たちは人に分析と調査をしてもらう。興味があれば聞いてみたらと。そうだね、じゃあ。品物が奪われた後、近くのキャラバンや住民にな調べてみて分かったのですが、でもあのカニは機械にしか興味がないようで、大量のモラを積んだキャラバンが通りかかった。とにかくあれは悪いものです。いずれ。最近は強盗事件が多いって。普段はあの機械ガニを見ることないし、あいつはキャラバンがいる時にだけ現れて暴れたかと思ったら。捕まえようとはしなかったの？試してみたんだが、すばしっこくて。だがこの間の捕獲作戦で思わぬ発見。あいつは森の奥に住んでいるみたいなんだが、略奪したもん。それである程度貯まったら一気に持っていく。もし奪われた品物を取り戻したいのならば早めに動いた方がいい。あいつは素早くてパワーもあるから、正面から相手をしたら。機械生命の研究は教令員が何年も前。おかげさまで給料も減って。どうだ収穫。やつの習性は把握したけど、制御不能になってない限り、もし僕がマスターだったらより価値のある品物を奪うように。なのに機械パーツにだけ手を。そうか。それで品物を奪い返す算段は。機械パーツはまだ持っているかい？ああ、あと一袋残ってる。おい、まさかお前。外的条件が変化しない限り、今のところ分かっているのは相手は森の。機械パーツさえあればおびき寄せられるだろ。今みたいに中身のない会話をしてたって何も。確かに、それよりもいい案はなさそうだ。じゃあこのサンプルはお前にやるよ。品物を回収してくれればまた改めて。お礼はいいよ。でもこのパーツはもらっ、それと打獣を一匹借りるよ。もちろんだ、品物さえ戻ってきてくれるなら。君は結構。機械やつが現れたらすぐに捕獲だ。安心してくれ、オイラたちはプロだぜ。
小路と汚染区域の分布からして品物はこの…じゃあ早速やるぞ。うん、この辺で出発して。だ、この打順はまだ僕たちに慣れていないから。打順が進んだぞ、追いかけようぜ。うわ、なんで止まっちゃうんだ。うん、なんだかサボってるっぽいけど、お腹が空いてるって可能性もある。キャラバンのみんなはし…やった、また進んでくれたぞ。なんだかおっ…うわあ、あれが機械ガニだな。手強そうだね。質問が複雑すぎて、機械パーツを奪った理由は知らないけど、奪ったものは全部持ち主に返すから。いいね。汚染区域の奥から来たの？そこに連れて行ってくれたら。反応したぞ。まだわからない。単純にパーツを見て興奮したっていう。そっか、ティナリはこの金に汚染…その通り。汚染区域は決して狭くはなく、今も拡大し続けている。て、何の準備もなしに飛び込んだって、ハエのように飛び回った挙句、僕もちょうど汚染区域について調べていたところだから。なるほど。でもあいつ、お前の言ってる理解されなくても、僕たちに対する敵意が。パーツを渡したら、きっと汚染区域の奥まで連れて行ってくれると思うよ。攻撃してこない限りは彼…なんだか…いい？この辺、僕たちが帰ってきた時にまだここ…さあね。でもとりあえず…でも、帰る前に罠を仕掛けておかなくちゃ。俺たちの機械パーツじゃねえか。本当に取り戻してくれたんだな、お前ら。ありがとうな。もうどう礼をすりゃいいのか。もら難罪ただでやるよ。2本あれ。そんなんでいいのか。ああなら、その必要はないよ。報酬パーツの損。でも僕には必要だったんだ。僕は君たちの品物を取り返して。森の生態系は複雑で多様性があるから。ああ、肝に銘じておく。まずは村に帰ろうか。早くあの子に薬を飲ませた方がいい。あ、旅人とパイモンだ。こに師匠、薬を作る装置は用意できたけど。いや、今回は投与量に注意が必要だから。ああ、わかっでも、薬が出来上がったら、彼は僕がいると。なぜか、さて、早速薬を用意するよ。旅人、少し手伝ってくれる？どうだ？あいつ、具合は良くなったのか？ああ、体調もだいぶ良くなったし。やったぜ。そうだ、師匠に伝えるように頼まれてたんだ。スナは怒っていないみたいだったから、師匠にお礼が。大丈夫だよ、
それより頼んでた旅道具の10ちゃんと準備したよ。師匠は、ああ汚染区域に行くつもりなんだ。僕がいない間のことは君に任せたよ。え、でも私経験したことのないことでもとりあえずは試してみるんだ。僕の真似をしなくていいから自分なりの解そうだぞ。これならきっと大丈夫だ。うん、じゃあ師匠、それから旅人にパイも、お前たちも気をつけ。僕を立ててくれるの？さあもう一度あの木。ここで会ってるはずだけど、あれ、もしかしてこっそり逃げ出しちゃったの？いや、罠が発動してない。約束通り、ちゃんと僕たちの帰りを。じゃあこっちも約束通り機械パーツを。満足してくれたみたいでよかったよ。アビディアの森がこうなってしまった原因を。ここがみんなの言う汚染区域なのか。なんていうか不気味で重苦しい空気だな。体調は大丈夫？よかった。やっぱり思ってた。ティナリはなんで知ってるんだ？汚染区域の奥深くにまで立ち入って調査してたわけじゃないけど、僕は最近その上で今ここを観察して推測が確信に変わった。ほら、例えばこの花、普段見るのとちょっと違うだろ。この花の学名はスメールローズなんだけど、地脈マーカー、地脈の影響を受けやすくてね、さまざまな明るさの光を放つんだ。輝度が高くなったらそれは周囲の地脈エネルギーが危険な値に達していることを示している。この感じだと多分この辺りの地脈は。ってことはつまりここの汚染は地脈から来てるのか？まだ確信はないけどその可能性は高いと思う。他に手がかりがないか周りを見てみよう。そういえば来る時に思ったんだけど、前に森に行った時は鳥の大きな鳴き声が聞こえたぞ。今汚染区域にはすごい量の地脈エネルギーが漏れ出ち、動物たちは敏感だからきっと異変を察知して。地脈エネルギーが漏れただけでこんなに深刻な。植物が育つのに適した条件があるように、実は人間も少し気候や温度、湿度、それから地脈エネルギーの強さ、周囲の環境が急変するとバランスが崩れてしまい体にも異変が起きる。もし単なる温度の変化なら人体は自分で体温調節をして適応できるけど。じゃあどうしてオイラたちは無事なんだ？君がなんで大丈夫なのかはわからない。でも彼と僕は元素。もちろん地脈エネルギーが強いところに長くいるのは良くない。ここで自由に行動し続けられるのはおそらく機械である彼だけだ。さて調査はこんなところかな。広めの踊りなさい。環境無風、目標値正常、設定完了。よし。それ何なんだ？僕が作った浄化装置だよ。余分な地脈エネルギーを吸収して。そんないいものがあったのかよ。そ
それでうまくいくならそれでよかったんだけど、でも一度発生しちゃった汚染は、それに浄化装置の力にも限界がある。血脈漏出による汚染を完全に解決するにはそういうこと。おい、機械ガニの様子がなんだか変だぞ。何かが近づいてくる。なるほど、血脈エネルギーが落ち着いたせいで浄化装置に近づかせないようさっさと片付けちゃおっか。逃げ道はありません。ふっ、ソーランド憩い。失礼よ。それだ。ここより弱滅の時。ストップ。裁きの雷。失礼。取った。やっ。やそれ。火炎よ。燃やし尽くせ。傷は深くないみたいだよ。動かないで。君たちは誰だ？あの機械の魔物たちは？安心しろ、オイラたちが全部や…よかったまだいるじゃないか。早く倒してくれ。なんて、さっきはこいつがお前の叫びが…そんなの芝居に決まってる。森の奥に何があるか知ってるか。薬を取ろうとしてうっかり汚染区域に入ってしまったが、危うく命を落とすところだった。逃げないと。そうだ、早くここから逃げないと。君たちも気をつけて。この種の機械生命は敵なんだ。数年前、教霊院が機械生命の存在を全面的に…体が震えてろれつが回らないのは汚染区域に長く居すぎたせいだ。あっちの血脈エネルギーは浄化したから、そこの道をたどっていけば大丈夫だ。すぐに村が見えてくるはずだよ。きっと誰かがコレイの元に連れて行って助けてくれる。なるほど、正しいこと。全く理解できん。まあ、どういう意図で取った行動かはわからない。しょうがない、パーツをもう一つあげよう。その必要はないみたいだね。それじゃあちゃんとしまっておいて。ところで君の後、さっきあの人に凶悪な機械生命だって思う。全然わかってな。今のところわかるのは機械パーツに関することだけみたいだ。人助けするとパーツがもらえるって思い込んでるんじゃないかな。今日はもう遅いから、近くにテントを張って寝ようか。おい、こっちだよ。バカ、上だよ。上を見るんだ。拠点はここに決めた。おう、オイラもここでバッチリだと思うぞ。へえ、パイモンはどうしてここがいいと思ったの？ここは平らで広いから大きなテントを張れ、鍋もセットできそうだし。おいし、それも間違ってはないよ。
でも僕がここを選んだ最大の理由は、ウリンはとても湿度が高いからね。次は二手に分かれて行動しようか。僕はテントを張るから、君は火起こしで。そういうのは得意だぞ。オイラに別にそんなに期待してないから無理しないでね。うん、野外で火起こしするときはこの植物の髄は比較的乾燥してるんだ。少し煙っぽくはなるけど。旅人ティナリ、ウリンには変な植物がいっぱいだって初めて知ったぞ。あと地面に何かの実が落ちてたんだけど、拾おうとしたら上の枯れ、きっと枯葉蝶とかそのあたりの生き物だね。空を飛んでる君を見て、きっと何かの鳥と勘違いして逃げ、しょうがない。テントが完成したら君たちはここで。ん？もう探してきてくれたの？おい、今のはオイラにも分かったぞ。残念だけど今回の仕事はそれほど重要じゃないからね。何にでもご褒美をあげちゃったらわがままに。だからこういうちょっとしたことは覚えておいて。まあそれも理由の。なんだか悲しそうだぞ。でもよく考えてみたら、あげないと誤解しちゃうかもしれない。僕は夕飯の準備をしてくる。今夜は交代で。見張りが必要なのか？うん、地脈の影響で避難してる動物も多いけど、ってことでよろしくね。テントの中に毒虫が入ってくるのを防ぐために、後で駆虫草。じゃあゆっ、おいら本当に眠く。でもこうやって外でなんだか冒険を始めた頃。ん？まだ交代には早くない？ちゃんとぐっすり眠れた？それならよかった。君がよく眠れるか心配だったから、安心して。天然植物で作ってるから体に優しいんだ。そういえばあの機械ガニを見なかった？さっきまであそこを走り回っていたのに、どこかに。見抜かれちゃったか。でも警戒すべきは彼というよりも、何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は、ちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ。教練員が機械生命の研究を廃止して、かつてソロン派の間では彼らはとても魅力的なアイデアを考案した。しかしどれだけモジュールを入れ替えても、機械生命と自然生命の違いを探ろうと狂心的な学者たちは際限なく動物の生態解剖を行った。皮肉にもその後、学者たちはますます衝動的になってきてる。機械生命そのものには興味あるけど、当時の学者たちの態度は気に食わなかった。僕の個人的な意見なんだけど、僕の先祖は砂漠から来たワルカシュナたちと生活を共にし助け合ってきた。だから僕からすれば、どんな命だって大切なんだ。生命は消耗品じゃないし、知識は王冠と王爵であっちゃいけない。自分を他の生命の上に置いて。本当？それは良かった。コーヒー？僕たちのために入れてくれたの？はあ、しょうがない。それよりもどうして使わない？そうかい。まあいいや。見張りは頼んだよ。くれぐれも気をつけて。ごめんな。おいら一晩中ずっ
旅人、パイモン、おはよう。体調の方はどう？大丈夫、僕もだよ。奥へ進めば進むほど血脈漏出の源に近づいてきてるみたいだね。オイラたちに手伝えることはないか？じゃあ山火事を防ぐために焚き火を消しておいてくれる？あと昨日設置した空中装置も回収しておいてほしいんだ。おう、火消しはオイラに任せろ。うん、終わったらここで合流しよう。さて、そろそろ行こっか。それに地脈汚染源に到達するまでは。やっぱり汚染源に近づけば近づくほど機械の魔物が増えてきてる。逃げ道はありません。失礼。よし、裁きの意、裁きを受けよ。はっはっはっ、そこ、はっ、よし、はっ、踊りなさい。火炎よ、燃やし尽くせ。無我の境地。よく見ると、ここの地脈エネルギーも他の場所より強い。準備はいい？見習いレンジャー参上！ついてきて。機械の魔物がいっぱいいるぞ。こっちにしてるみたいだ。隠れてもしょうがないみたいだね。だったら早くやっつけよう。逃げ道はあります。めくれまし。よっはっ、よっはっ、よっ。試練満員だよ。裁きのイカズキ。ついてきて。これは地脈エネルギーは、この装置なんてことだ。一体誰がこんなことを。後先を考えてな。そんな、絶対に止めないと。操作で。ここにいると地脈エネルギーを直接浴びることになる。君とパイモンは先に避難するんだ。僕はこの装置。でもいくらディナリでも地脈、オイラたちも残るぞ。わかった、なら一緒に探そう。制御ユニットが見えないってこもしかしてお前、どこに隠し扉があるか知ってる？
踏み外さないよう気をつけてね。あ、誰かいるぞ。ここで地脈を抽出してたのはお前なのか。どうして何も言わないんだ。ひどく痩せてるし、目の下が青い。多分、ま、あ、君を忘れるところだった。あいつ、何やってるんだ。さあ、部屋の配置からして、ここは研究資料室に何か手がかりが残ってるはずだから。よっ。すごくうまく隠してあるね。何か見つかったか。実験ノートがいっぱいあったけど、全部読むには時間がかかりすぎるからね。映像フィルム？うん。ソロンハは昔実験へ。でもこの装置は根が張る上に。じゃあ早く見てみようぜ。ちょっと待ってね。どうやって再生するのか確認するから。カカタ、カカタ。まったく、しばらく目を離した隙にどこ。お前そこにいたのか。早くおいで。ここが俺たちの新しい家だ。このアバッドイがここで大活躍して、教練員にのさばる骨董頻度も感服させてやる。お前も嬉しいのか。でもカカタ、お前はいいか、カカタ。俺はこれからここで大量生産可能臓器を模した機械に電流を血液のように流す。鋼でできた心臓は鼓動し、遺跡からの啓示、教練員に。そして時が来たら、お前らは人の言葉を理解し。大丈夫だ、お前にもいつかは。カカタってあの機械ガニのことだよな。このアバッドイっていう学者は。思い出したよ、あの頃確かにアバッドイって後輩。それがどうかした。いよいよ。ただアバッドイはティナリより年上な気がしたんだけど。学級に年齢は関係ないんだ。僕は早くに学業を終えたから後から入学し。そうだったのか。もちろん年齢も大事なことだけどね。一時期なんかある種の珍獣みたいに連れて行かれてそんなことより他にも映像フィルムがないか探。もうかなり経ってるね。珍しいな、まさかお前が操作ミスで故障するなんて。どうやらコーヒーを入れるのはまだ難しかったみたいだな。よし、ハサミのパーツに水が入っちまったせいで配線がショートし。ノーホット、こんなことお前にはわからないか。大丈夫、新しいパーツと動いてみて違和感がないか確認してみろ。次は気をつけるんだぞ。最近は資金面が厳しい。なんだ、嬉しそうじゃないか。カカタ、俺は昨日。教練員のやつらはいつも機械の知能など統計学の演。ただの夢だったのが残念だ、お前のそのじ。まあいい、まずは来月のエネルギーをなんとかし。アバッドイは教練員を出た後音信不通になったんだ。僕はあの時アバッドイは意気消沈して。カカタのためにパーツも交換してあげてたし。とにかく、
シリアルナンバーを見る限りだと乱雑な字だね。もう一つ、日付のない映像フィルムがあるよ。カカタが手伝って整理し、それはどうだろうね。すまん、カカタ。考え事をしていた。少し前の実験で、俺はお前たちエネルギーが少なくなったり、パーツが破損したりしたら、これは非常に危険な。チミヤクを今後のエネルギー源にするため、三代目チミヤク地機械生命を開発するには、大量のエネルギーが必要だ。カカタ、俺はもう疲れ、生物の臓器を模倣したところで、機械は冷たい道具に過ぎないとあいつらは言う。俺はそれが間違おい、俺は別に面白いことを言ったわけじゃない。言語、感情、動作、お前らの機能をできる限り充実させ、何度も改良を試。お前は中でも一番特別な存在だが、そんなお前でさえ、カカタ、一度でいいから。うん、わからないよな。数日以内に失敗作の地脈抽出装置、これはここからさらに二つの制御。こんな時に限って心臓が苦しく、おかしい、体に力、まずい、装置を止めないと。装置を止めるんだ。まずい、装置を停止させる。コマ、やはり教練員の奴らが。カカタ、ついにお前を。なるほど、チミヤク漏出の件は事故だったんだね。アバッドイが不慮の死を遂げた時、機械の魔物は本能に駆られ、チミヤクからエネルギーを取り出し続けた。そうだな、どうしてカカタは他。それはカカタがその辺の機械の魔物とは本物の生命と同じように泣いたり笑ったりできて、自分の思考を持っているというより、そういう機会を作らないと。でも、もしカカタは確かに話せはしない。それってどういうこと。もう少しすれば君にもおのずとわかるよ。地脈抽出装置の制御ユニットを見つけ出し、またさっきの透明の床だ。なんだか迷宮みたいだね。ついてきて。下にあるのが最後の部屋だ。制御ユニットもきっとそこだよ。でももう道がないぞ。おい、飛び降りてみるか。飛べ。ご助力を。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。
戦見切りました。火炎よ、燃やし尽くせ。一応目を覆えば。ほっ、それや。めくれまし。ふん、音が聞こえる。逃げ道はあります。判決を下す。裁きの雷。ふん、裁きを受けよ。多分これが制御ユニットの電源を切れば。地脈を壊す外力さえなければ今はきっとカカタの。ついてきて。つまりカカタはマスターを修理できると思ってパーツを集め続けてたのか。カカタには死というものが理解できないんだ。それでもかつて故障した時アバッドイにパーツを交換してもらったおかげで、確かにカカタに思考能力はないし、わからないことも多い。だから機械パーツを奪ってたのか。でも大事なのはカカタにアバッドイを直した。どうやって生まれたのかはわからない。でもその考えはアバッドイが設定した本能さえもしのいでたんだ。もし僕たちの推測が本当なら、これは強霊院を揺るがすことができる研究だよ。おいカカタ、聞いたか。お前ティナリに褒めら。きっともう限界なんだ。もうずっとエネル、むしろ今まで持ったのが奇跡だよ。僕は地脈抽出装置がちゃんと止まった。彼らを二人っきりにしてあげよう。
地脈抽出装置は止まったよ。空気中にはまだ地脈エネルギーがかなり残ってるけど、同室あとは手遅れになる前に地脈の影響を受けた人を治療しないと。教練員のルールでは機械生命に関する研究資料は全て破棄され、そんな、君たちは先に戻ってて、残りは地脈漏出の源は塞いだけど空気中の地脈エネルギーはまだ でも君はともかく旅人はあまり休めて、ここの研究資料は数が多いから梱包に時間がかかる。君たち仕事は片付いたって冒険者協会にそう伝えてくれる？あ、そうそう、アバッドイに関しては他言無用ね。わかった、じゃあオイラと。実は汚染の原因は森の奥からの地脈。そうでしたか。空気中に残った地脈エネルギーが薄まったら住民へのお知らせを張り出しましょう。こちらがお約束していた報酬です。ココトは教練員行きにすでに故障はしてたけど、だったら明日、本当はすぐに行きたいけど、ティナリは明日話そうって言ってたし、今、じゃあ決まりだ。明日ティナリには。八重どうだ、ちゃんと休めたか。ティナリを探しに行こうぜ。でも一体どう話せばいいんだろうな。静かに。藤もどき、人長下科、人長下族、著両組の実験データによって魚に対してと。かかた、静かにしてって言ったのに。植物はちっとも気にしないだろうけど、僕の耳には響くんだ。解体してどうするの？だってお前、教練員のルールだって言ったじゃないか。なるほど、こんな朝早くに僕を邪魔しに来たのはそのためだったんだね。ま、僕が言いたかったのは、教練員のルールでは研究成果は全て破棄することになっているから、とりあえずカカタを修理してたんだよ。昔教練員にいた時、それからカカタと一緒にアバッドイを埋葬してきた。僕は教練員の人間じゃないし、あそこのルールなんか知ったこっちゃない。それよりも今はアビディアの森のレンジャー長として、森の生命たちを守る義務がある。この世に生まれた命には必ず意味がある。カカタも例外じゃない。よかったぜ。でもティナリは今命って言ったよな。あくまでも可能性の話だよ。アバッドイが残した実験記録だって氷山の一角でしかない。もしかしたらカカタは単純にコマンドからだから、厳密にはカカタが真の生命だとはまだ言えない。ちなみに僕はこの研究テーマを続けることにはほとんど興味がない。でもまあ
実験のアシスタントとして働いてもらうのもいいかな。君はどう思う？あの人たちにはもっと役に立つ人を推薦してほしいです。